11人組グローバルグループJO1がヘアケアブランドSoruleのブランドアンバサダーに就任した。同ブランドは2月1日から全国販売となる。地肌と髪の状態に合わせて選べるシャンプーとコンディショナーを展開し、サラサラタイプ、しっとりタイプといった型にはめるヘアエアではなく、一人一人に寄り添ったカスタマイズケアを提案する。JO1は性別や年齢を問わず幅広い層に支持され、メンバー11人の個性的なキャラクターが魅力。同ブランドが提案したいヘアケアを11人の光り輝く個性が表現してくれると確信し、アンバサダー就任に至った。ブランド名には自分の心と体に向き合ってセルフケアをすることで、自分自身にときめいてほしいという願いが込められている。高い評価を得ているJO1の一糸乱れぬパフォーマンスは、デビュー時から変わらず自分自身と向き合い、続けてきたひたむきな努力の賜物。その姿がブランドコンセプトにも重なっている。また、アートディレクター吉田ユニ氏が手掛けたビジュアルも公開された。シャンプーとコンディショナーの周りを泡に見立てた白い花が咲き乱れ、花のように可憐でしなのある11人を取り囲むビジュアルになっている。JO1は記念すべきブランドデビューのアンバサダーを務めることになり、とても嬉しく思います、と喜びのコメント。僕たちはどうしても髪色を変えることが多く、やはり他の方に比べてもダメージが大きいので、今回のアンバサダー就任を機に、より一層ヘアケアに取り組んで、Soruleの魅力をたくさん伝えていけたらと思います、と意気込んだ。ブランドデビューとアンバサダー就任を記念して、2月16日から18日まで期間限定ポップアップSoruleミュージアムを東京ラフォーレミュージアム原宿で開催する。